これが一番の問題作だと思っていますすごくちょっとあの文章的に難解なので、うん、よく覚えておいてくださいまずはこの人スカイさんですいきたいと思います、うん、はい、えー、19歳男母子家庭で育った私はとても上昇志向が強く地元の公立進学校に進学した部活は運動部だったか一度は復帰したもののもう一度やめたそして高3になり事件が起きた思い出すだけでトラウマだがその話をしたいと思う結論を言うと新しいクラスメイトが好きになってしまった以下 S とするちなみに男子校である 運よく S と仲良くなり、うん、私にも青春が訪れる。大学受験のことなど、もうどうでもよくなった。かなわない行為なのは分かっていた。ただ、どうすることもできなかったのだ。S によく思われるため、自分は嘘で固めた。意もしない彼女の話をしたり、選ばれてもいない部活の選抜チームの話をしたり。幸い、学年で1、2を争う頭の良さであった私は、バレにくい嘘のつき方を知っていた。嘘に真実を絶妙に配合するのである。ただ、S もバカではない。 話は飛ぶが、明ヘラ状態に陥った私は、卒業式の翌週、S に絶縁された。最後はただ泣きじゃくることしかできなかった。もう S と会えないなら死んでやる。と言いながら。S に別れを伝えられた時、ふと、基地燃料が浮かんだ。なぜだかわからないが、自分を感心してしまった。そこからが地獄であった。大学の授業すら受けず、死にたい気持ちが抑えられない。医者にはうつ病と診断された。今では生活保護で一生を全うしようか、本気で悩んでいる。 今でも本当のことを話せば S とは和解できると信じている。ああ、S に会いたいな。話はこれで終わりだが、ここまで読んでくれた人には本当のことを伝えなければいけない。私は人がそんな簡単に命を投げ出すものだと考えていなかった。ただ、付き合う人を選んだだけである。警察が電話をした時はびっくりした。私は今も王とのトラウマを抱えている。生きている。 話が大幅に省略されているので、本当に思い出したく、思い出したくないからである。こんなことになるなら、私の人生を犠牲にしてでも、最低限王に寄り添うべきだった。だから私は王がまだこの世に存在するという嘘を信じて、自分を守るために今を生きている。あれヒロさん声が聞こえないよ。ああ、これ誰なの主人公。この人、投稿者。 ス SKY で SKY さんおおあ S さんなのね主人公がはいはあで O さんがまあ実際には、ね、そうですあの好きになられてしまった方のなんじゃないかなこのスカイさんがほ<ー>でお<ー> O さんっていうのがそのまあ男子校で スカイさんのことを好きになってしまって死んでやるって言っていた方おお叙述トリックはいはいという突っ込みづらいねまあこれに関してはちょっと僕もうちょっとこれ1回読2度,2度読みしましたはい、はい、ええー、ということでなんか何か僕あのコ,コメント固定してコメント外すっていう方に忙しくて <laughs> 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 あの、今、ちょうどあの、ライブを見てる人に、あの、空城上太郎っていう名前でののコメントしてる人がいたんですよ、ジョジョさんが。はい。なので、それ、それは、あの、固定したりとかしてました。なるほどでございます。はい。